今回はですね、キャンプでね、絶対必要になってくる、食器類ですね。こちらの方を、ちょっと紹介していきたいと思います。まずね、メインで使ってるお皿なんですけども、うちの場合ですね、コレールという、お皿を使っておりまして、これ実はね、強化ガラスでできておりまして、結構ね、丈夫でね、フィールド上で使ってもね、芝生の上ぐらいだったらね、落としちゃってね、まず割れることが、ありません。何遍も実は落としてるんですけども、今までね、1枚も、割ったことが、ありません。質感もね、家で使う、食器とかと比べてもね、ほとんど遜色ないんで、どうしてもね、フィールド上でね、紙皿とかね、プラスチック系とかね、ああいうのだと、ちょっとね、質感がちょっと良くないかなっていうことがあるんですけどね、これだったらね、そういうこともね、ないんでね、乗せた料理もね、いい感じに、なったりもいたします。もう種類もね、非常に多くてね、もう小さいものから大きいものまでね、柄もね、いろいろありますんでね、好みのものがね、チョイスできるかと思います。ホームセンターとかですね、あと大きめのスーパー、こんなところでの方がね、多分手に入りやすいと思います。最近はね、キャンプ用品店でもちょっとね、置いてるようなところもなんか一度見かけたことあるんですけど、あんまりまだ見かけないかなっていう感じですね。家でもね、使っておりまして、電子レンジとかね、オーブンなんかでも使いまして、食洗機にもね、代用してたりするんでね、家でもキャンプでも、どこでも使えてね、結構、便利な、食器です。次はね、ロゴスステンレスボール、という商品になるんですけども、こちらね、普通の、ステンレスではなくてですね、ちょっと二重構造になってるんでね、汁気のものとかね、熱いもの入れてもね、全然苦なく、持てるんでね、この辺がね、非常にいいです。質感もね、大きさもね、本当ね、程よい大きさなんでね、使い勝手はね、かなりいいです。ただね、残念なことにね、ちょっと今ね、ロゴスさんの方を見に行ったんですけどね、どうも現在ちょっとね、販売されてないようなんですね。これちょっとね、あんまりね、売れなかったのかどうなのかちょっとよくわかんないんですけど、残念ながら今のところはちょっと、販売されていないみたいです。ただね、朗報もね、ちょっとありましてね、この二重構造のこの熱くならないというこの器ですね。これがですね、ちょっとロゴスさんのものとはちょっと大きさが若干違うんですけども、実は100均のダイソーさんで、ちょっとした丼系で、ちょっと小さめの、お茶碗系で、さらにですね、小皿系、これね、3種類ちょっとね、販売されてるのをね、ちょっとこの前確認いたしまして。で、これだとね、値段もね、めちゃくちゃ安いんですよ。さすがにね、100円というわけにはいかないんですけども、言うてもね、200円か300円かなんかね、それぐらいだったと思います。ちょっと間違ってたらごめんなさいね。小皿はちょっとね、200円だったのは覚えてるんですけど、ちょっと他のね、ちょっと値段確認してなかった、もしかしたらね、300円、500円するかもしれないんですけど、それでもね、さすがダイソーさんです。多分ね、他じゃこの値段でね、なかなか買えないと、思うんで、よかったらね、ちょっとね、一遍これ見てもらってもいいんじゃないかなと、思います。お次はですね、使われてる方もね、多いんじゃないかと思うんですけども、竹の割り箸ですね。ちょっと食器って言っていいのかわかんないんですけども。これね、結構ね、竹を使ってるんでね、安くてもね、結構ね、まっすぐでね、割合使いやすいんですよね。で、大体私いつも100均で買うんですけども、30銭ぐらい入っててね、100円であるんですね。だからね、コスパもね、めちゃくちゃいいんですよね。で、竹なんでね、使
使い終わったらね、あの焚き火なんかしてたらもうそのまま燃やして処分することもね、もちろん可能なんでね、この辺もね、意外と便利だったり、します。なんだったらね、あの着火剤代わりにも、使えたりなんかも、いたします。あとね、あのソロの時だったらね、もうトングもね、もうかえってね、邪魔なんでね、もう割り箸でちょうどいいかなーって、いう感じがいたします。まあ、これだったらね、あの焦げようが何しようがね、別に気にすることもないんでね、まあ、その辺も気楽でいいんじゃないかと思います。地味ですけどね、悪くない品物です。はい、最後にね、ちょっとね、まあ、これまたね、ちょっと食器からはやや脱線してしまうんですけども、グリーンハウスっていうね、メーカーからちょっと発売されております、ビールフォーマーというね、商品がありましてね、これね、まあ、グラスに注いだビールにですね、突っ込みまして、スイッチを押しますとですね、超音波がね、出てきまして、微細なね、あの泡を、作ってくれるという、アイテムになってます。これをねちょっと、使うだけでね、きめ細かなね、ビールがね、飲めちゃうんでね、なかなかねこれ便利でね、面白いんで、で器具もね、本当そんな大きくないんで、キャンプ場にもね余裕で持って いけるんでね、で電源もね、乾電池なんでね、この辺もね、全然問題ないかと思います。まあ、もちろん家でもね使えますしね、まあ、1個ね持っててもね面白いかなと、思うアイテムです。実際にねちょっとね、泡が立つ様子をですね、撮影してみましたんでね、こちらの方でちょっとアップしてみたいと思います。結構なねあの勢いでね、あの泡が出るんでね、逆にね、こぼれないように、ちょっと注意しながらぐらいの方が、まあいいかなと思います。ご覧のようにね、かなりね、きめ細かい、泡が立つんでね、なかなかまんざらもないかと思います。なかなかね、美味しそうな、泡じゃないんじゃないかと思います。よくね、考えられてましてね、使った後ね、ちょっとこれね、置くとこね、どうしても困ると思うんですけども、最初からね、専用の、まあ、スタンドがね、ついておりますので、まあ、これとね、一緒に持ち運べば、置くところにね、困ることもないかと思います。はい、今回はね、以上4点ほどね、ちょっと紹介させていただきました。もしね、役に立てば、幸いです。では。